伊藤は、球団公式 YouTube の企画で、今年やっちまったこと、に関するエピソードを披露。そのやらかしとは、シーズン一発目のミーティングに遅刻したこと。シンプルに忘れてた、と話した伊藤は、急いでミーティングに向かう。すみません、おはようございます、とミーティングに到着すると、同期の号もミーティングに来ていなかったと、見事なオチをつけて話した。